はい、こんばんは。こんばんは。さてさて。はい、さて。今日は爆ハマりシリーズ。爆ハマり。バンド相対性理論。おお、聞いたことはある。相対性理論っていう名前を聞いたことはある。ああ、ある。この辺がさ、どこまで浸透してるのか、知ってる人がいるのか、年齢層はどのくらいの年齢層の人たちがファンなのかみたいなのも、あんまり分かってはいないんだけど、出会った時衝撃だったんだよね。衝撃か。出会った時って言っても、その曲になんだけど。一方的に出会ってるよな。あっちは出会ってる感はないよね。そう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 、こっちが出会ったっていうか、うん、こっちが見つけたっていうか、うん、そうそうそう、勝手に見つけた。まあまあ相対性理論、まあ、さらに楽しくなるための俺なりなポイントっていうのがこのさ、ちなみにその相対性理論っていうのはバンド、バンド一応4人構成で、これもさ、あのブラフマンの時みたいに初期のメンバーの人とかが脱退して新規加入していってるような、あの動きのあるの、そうそうそう、動きの流れ、うんうんうん、あるの、そう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 、どういう風なポイントで語っていけばいいのかが結構難しいバンドではあるんだけど、魅力を伝えることが、そうそうそう、どこを切り口に魅力を伝えればいいか、うん、ただ出会った時衝撃だったわけだよな。そう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 、一応自分なりに、まあ、これかなっていうところを2つまとめてみたんだけど、まず1つ、不思議ちゃん。あ、不思議ちゃん、うん、あ、まあ、まず1つ、不思議ちゃんで言えば、うん、あれか、玉尾とか中村玉尾、中村じゃなくてもう一人いたよね、佐藤玉尾か、佐藤玉尾、あ、そっか、中村、うん、中村玉尾は元祖不思議ちゃん、元祖不思議ちゃん、確かに佐藤玉尾、ゆうこりん、あ、確かに確かに、ぐらいか、そうだね、ぐらいじゃないけどもっといっぱいいるけど、まあその不思議ちゃん感っていうのは楽しんごとかまた違う不思議ちゃんだけどな、くんかもしれんし、ちゃんかもしれんしな、不思議くんかもしれん、不思議くんちゃん、そう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 、そこもな、いい感じのキャラクターでな、で、その不思議ちゃん、不思議ワールドっていうのが、まあ一つ、あとはバンド自体全体が不思議感が漂ってるんだ、うんうん、そうだな、まず、まあ、ボーカル、はい、一番有名だと思うんだけど、うん、まあ、薬師丸悦子ひろこで、ひろこって言おうとしたんだ今、ひって出たやつ、ダメだ、それが衝撃だわ、ひまで言っちゃってるやん、セーラー服と機関銃の方にもう行っちゃってるやつ、行っちゃったな、やばいやばい、危ない危ない、バンカー好きなのかもう言い慣れてなさすぎて、ひまで言ってるやつ、薬師丸ひえつぼになってるそこもよ、だからよ、多分うちうちで人とよそこの会話をすることがあんまないからないからな、出てこないから、うん、やっぱよ、人と喋るとよ、薬師丸ひろこが出てくるよね一番不思議ちゃんだわ不思議だよ、うん、相対性理論そうだな、バンドの話をしてな、まあ、あるあるかもしれんな、ね、うん、相対性理論が好きでいいよね、あの、うん、ボーカルなんだったっけ、薬師丸ひって言っちゃった、ひじゃないひじゃないエツコね、エツコねっていう流れってあるあるかもしれない、ここまでセットでね、セットで、うんうんうん、でその薬師丸悦子のウィスパーボイスって言われてる、ゆるさも感じるし少女さも感じるし、かといってその曲によっては本当に女性的な感じのその歌い方もしてたりするし、本当不思議、曲によって薬師丸悦子の顔が余計にわからんくなるようなその声質っていうか、いい今の、そう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 、もともと姿を出すバンドでもなかったんだけど、うん、なんかあ、はいはい、役者じゃない、なんか、うん、バンド、もともとずっと、もうこの人は、うん、もともと役者って、ひろこが今言ってきて、ちょっと呼びしちゃったから、なんか役者って言ったんだけど、じゃあ間違った、もともと出た時からもう、相対性理論で言って、もともと活動してて、もともと初期のメンバーのマベさんっていう人がいて、その人はベースの人なんだけど、でそのマベさんっていう人が中心となってバンドやらないって募集かけて、そのメンバーの中に薬師丸悦子もいて、初期のメンバーで言うと今もまだいる人で、あのギターの人で永井さんっていう人と、ドラムスカ、この人も脱退はしてるんだけど西浦さんっていう人がいて、このマベさん、西浦さん、薬師丸悦子、永井さん
のこの 4人で、初期のメンバーはそれのその人たちなんだけど、まあそこからこう波及していったバンドなんだけど、歌詞も不思議だし、曲調も不思議だし、うん、歌い方も不思議だし、中毒性があるっていうか、なんか不思議だけどさ、聞けるよね。飛んでるけど飛びすぎてないって、ね、あーわかる、うん、いい塩梅よな。いい塩梅、わかるわかる、いい塩梅なのに、いい塩梅で聞ける範囲の中で、うん、めっちゃ不思議だよな、うん、うん、そう、その表現は結構近いかな。しかもミステリアスだから、初期の曲でラブズッキュンっていうさ歌があるんだけど、うん、あ、ラブズッキュンね、この曲でおーって俺はちょっと食いついてしまったんだけど、そこの PV もいろいろさ、隠されたメッセージがその PV の中にもあるっていう風に言われてはいるんだけど、なんかだから謎解き感というか、うんうんうん、がある。インテリって言ったらインテリだし、謎の多い人たちなんだよね。なんかその辺が不思議だな。難しいんだよな、説明するの。なんでこの人たち出したのかって、いつもの感じだな。そう、いつもの感じ。とにかくやばい、とにかく衝撃、なんて言っていいか分からん。このぐらいの適当感で一応やっていこうかなって思ってるから。ヤクシマルエツコっていう名前は本当によく聞く、うん、相対性理論もよく聞くんだけど、うん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 、なんかヤクシマルエツコってカタカナで書くじゃんね。ああ、そうだね、カタ、それだけでもカタカナ、まあひらがな、うんうん、その、うん、字面をよく見るっていう感じ、うん、あー、そうだね、うんうんうん、ソロでも活動してるしね、この人、うんうんうん、だし、まあ一つは不思議ちゃんって言って、まあ二つのポイントのうちのその二つ目なんだけど、俺はさ天才だと思ってるわけ。あー、これさ本当に何か天才と称される人はいっぱいいるさ、うん、いっぱいいるんだけど、ね、相対性理論って、まあ、科学的なも言葉っていうかさだと思うんだけど、アインシュタインだっけ？そう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 、科学者的な用語というかさ感じなんだけど、本当に物理的なね、これがさマジで天才なんだなって思うのが、科学と音楽を結びつけた人でもあるわけよこの人たちって。何かっていうと、遺伝子と音楽を結びつけて、うんうんうん、賞を取った人だわけさ。おお、なんかあれだね、一気に学会的なことになってきたな。そう、これさマジでなんかフランスかどっかのあれで賞を取って、うん、そこでもう披露してるんだけど、その曲に数ある遺伝子の中のなんか一つに、その曲をこう記憶させて、それを培養したっていうことに成功した人っていうか、はいはいはい、なんかやることもう科学者やん。やること科学者やな。これさ一応さ人類史上初だわけよ、うん、てかそういう風に音楽を切り取るっていう発想がまずないもんな、うんうん、そう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 。音楽を楽しみすぎて極めすぎて遺伝子に結びつけようっていうか、これ何だったっけ、あれだよね、機械の中に入れて未来に残すかなんかだった、うん、そう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 、よく知ってるね。 CD とかさレコードとかって物さ、うん、要は物にそれを記憶させていくっていうこのやり方っていうのには限りがあると、うん、物資もそう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 、ゴミにもなるし、うん、いずれでなんかいずれはその聞けなくなったりとか、例えば傷ついたりとかして、うん、いずれ残っていかないのではないかと。でその中でじゃあ我々はこの人類がいなくなった時にでも果たしてこういう音楽っていうものは残していけるものなのかみたいな、そういう考えから来てるんだと思うんだけど、うんうんうん、でそこでこの見つけたのがその遺伝子っていうもので、うん、そこには遺伝子って何だったかな、なんかを記憶していくっていうそのあれがあるんだよね、うん、まあ特性っていうかさ、だからその遺伝子だったら曲っていうものも記憶させることができるんじゃないかっていうところからなんかスタートしてるっぽいんだよね、うん、でなんかあどうなのかな、詳しいところは分かんないんだけど、まあでもコピーに近いのかな、うん、なんかそれを植え付けるというか、細胞のことの研究してる人たち、遺伝子細胞とかの研究してる人たちの会社と組んでそれをそう実現させていってるんだよね。おぼかたさんとか違うラップ細胞はみたいな。そうだよな、だからその辺に関わってきてるから何をしてるのかもよく分からんし、果たしてその今の俺の説明が当たってるのかどうかすら分からないんだけど、でもイメージではそんな感じなんだよね。でもそうだよな、たまに思うんだけど、音とか遺伝子に嫌な音とかってさ、うん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 、進化の途中で嫌な音が記憶として残ってて今の俺たちも嫌なのかなとか、うんうん、ああ。
なるほどね。そうそうそう、そういうこの記憶が残っててとか、だから嫌なものとして聞こえたりとか、どこの細胞にか分からないよ、直接耳なのか、うんうんうん、体のどっかの細胞の何かが嫌だと反応して、うん、その音を嫌だと感じる、うんうん、ように記憶されてるというか、そう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 、うんうんうん、体のどっかの遺伝子っていうのはなんか感じる気がするから、うん、確かにマジで本能的っていう感じよな。そう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 、その本能的に血騒ぎ肉踊るだったな、血湧き肉踊るか血湧き肉踊るみたいな、うんうん、不思議とさ、うん、乗りたくなる感情とかさ、エネルギーが生まれる時があるじゃん、うんうんうん、そうだな、そういう何か目に見えないけど体の中で起きてるのは、うん、ただ知ってる曲だからとかじゃなくて、まあ、科学的に証明っていうか、この結びつきをなんか装置作ったんだよな、確か薬師丸。ああ、装置も作ってる、装置も作ってるよね、作ってる作ってる、そこにコネクトっていうかつなげていってみたいな、うん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 、音楽のことをやろうとしてることなんだけど、客観的に見たらもう全然違う分野でやってるような感覚っていうか、そういうことをしてることは多いな、確かに。でもなんか分かる気がするじゃないですか、全然かけ違い、かけ離れたことじゃなくて、画期的だな、遺伝子と音楽の結びつきってすごいね。すごいよな、すごい発想だから、すごい発想なんだよな。だからなんかもともと父親が科学者なのかな、確か。だからこそそのバンドの名前も相対性理論にしたっぽいんだけど、うん、かっこいい、なんか、うん、音楽的やり方っていうところも常になんか実験的っていうか、うん、今までやってたようなやり方をちょっとなんか覆すような表現の仕方っていうのを追求したからこそこういうのが生まれたんだろうなと思って。音楽やろうっつったら、じゃあお前ギター持ってきて、うん、俺ベース持ってきてとかじゃなくて、うんうん、実験室行ってみたいなそう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 、なんか簡単に言ったらそんな感じよな。細胞を取ってという音の作り方なんだね、うんうん、この人たちのまず発想が。そうだよな、だからそれが薬師丸悦子のその発想がそれなのか、バンド自体がそういう感じなのかはちょっとあんまり分かってはいないんだけど、でもそういう表現の仕方は、あの最初はさ、多分さ普通にこのレコーディングして曲作ってっていう感じでやってたはずなんだけど、そっからやっぱどんどん進化させていってる具合はすごいなっては思ってて、しかも曲を一曲普通にレコーディングして普通に配信するだけでも一気にガンっていけるような実力はあるのに、こういう深みのところまでいくっていうのはね、ちょっと、うん、なるほどね、それだけでも成り立ってるのに、根っこにそういう研究的音楽思考があるからこそ、うん、そういう曲も生まれたのか、うん、名曲たちね。でも遊んでるようにやってるけどな、なんか遊んでるようにやってるし、楽しんでるようにやってるしね。歌詞とかもさ、語呂合わせでこう歌詞を作ってるようなさ、一見なんかそんな感じもするし、でも一つ一つの単語見ると何かがつながってそうな感じっていうかさ、だったりの曲調もあったりして、そこもでもあの曲作ってんのはあのマベさんっていう人がやってたみたいなんだけど、その人の音楽性がうわーってくるっていうかさ、薬師丸悦子の表現力を最大限にこう飛躍させる能力は持ってるな、この人っていう感じがするし、なんかさ、いろんなトリッキーなさ、うん、言葉を並べて、うん、明日は始業式で、みんなの心にの中にある明日は始業式感っていう、そこで分かる分かる、みんなスタートライン行って、うん、なんか何だろう、一緒にさせるっていうか、学生の頃のなんか雰囲気っていうか匂いをさ出させるっていうか、あの緊張感もありとかさ、新鮮な感じもありの、青春の時の女子高生の制服のになんか、うん、分かる分かる、ムラムラした感じのことをちらつかせたりとかする感じとか、うんうん、するよな、うん、分かる分かる。俺ラブズっていうのしか聞いてないから、うん、分かんない全部それの話しか今してないんだけどそういう感覚はあるね、確かに、うん、ワードセンスよな、ワードセンスいいんだよな、不思議なこと並べてるようなんだけど、不思議すぎずっていうか、うん、なんか、うん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 、共感がチラチラするのもあるし、なんか分かるわっていうのもあるけど、なんで急にこれを言い出したっていうのもあるし、そこで、うん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 、なんか異次元に行くんだけど、また現実に引き戻されるみたいな、その行ったり来たりがめっちゃ心地いいみたいな、ずっと本当にパラレルワールドっていう曲もあったと思うんだけど、あるある、相対性理論自体がこのパラレルワールドの説明をした理論みたいな、うん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 、そうだね、そう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 、パラドックスというか、うん、そんな感じの時空の歪み、なんかあれかな、横に動いてるものに縦でこう動かすと、そこでその時間の軸がずれるっていうかさ、そういう話だったはず。なんかそういう時空歪ませられてるのに、うん、
軸歪ませてるぜっていう声じゃない声で囁くように歌われるのが、儚い声で力強いことを歌ってるみたいな、うんうんうん、すごいことを歌ってるっていうのがギャップ。わかるわかる、うんうん、いいね。そして蹄くんに語らした方が良かったのかもしれない、もしかしてこれ俺ラブズキュンしか聞いたことない、ね、うんうん、いやもうまさにそんな感じやさ、深掘りしていくと、ね、いやいいぜマジで、この表現の仕方説明ができてるというか、一応さ曲もめっちゃいっぱいあるから、アルバムのうちの1曲ずつを俺がおすすめしてる曲っていう、これはあ、そうそう、おすすめということで聞いていいわけね。そう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 、これはちょっとそれをメモしてみよう。最初のアルバム、ミニアルバムなのかな、資本主義っていうアルバムなんだけど、まあそこは、まあ、さっきも言ったラブジュッキュンはもちろんなんだけど、俺的にはさ、ちょっとスマトラ警備隊っていう一番最初の曲があるんだけど、うん、そのスマトラ警備隊ちょっと聞いてほしいな。あれだよね、あーなんかこれも見たことあるな、うん、シフォンってケーキ、シフォンケーキのシフォンって書いて主義だよね。そう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 。この字面も見たことあるんだよな、うん、聞いたことはないけど。で2番目ファイファイ新書、2番目のアルバムがあるんだけど、うん、まあ、そこから行くと視覚革命だね。視覚革命、あ、うん、そうそうそう、視覚革命、そう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 。このアルバムも全部面白いんだけど、一応そうなんだ、だいたい捨て曲みたいなのあったりするんだけどさ、アーティストって、うん、捨て曲って言ったら失礼なのかもしれんけど、うん、まあ、アーティストもそれは自負しながら結局一個入れといてみたいな曲、うん、あ、あるんだ、あるみたいよ。ハイハイ何、ハイファイ新書、解体新書の、うん、そう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 、みたいな感じだと思う。で3番目、シンクロニシティーン。あるな。シンクロニシティーンっていうアルバムがあって、さっきちょっと出たミス・パラレル・ワールドっていう曲、うん、まあ、あの曲もいいんだけど、これで多分めっちゃ人気なものが、うん、気になるあの子っていう歌があるんだけど、それは一般的にめっちゃ人気があるやつだと思う。相対性理論といえばっていう感じになってんじゃないかな、世間では。で俺がおすすめしたいのは、その中でもシンデレラっていう曲はちょっとおすすめ、一番最初の曲なんだけど、シンクロニシティの中のシンデレラ、うん、あの一番最初に入ってるからつかみがもうバッチリだねって感じ、いい感じ。 そっからのミスパラレルワールドに移っていく感じも俺はかっこいいなと思う。パラレルパラレルってやつだよな。そう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 。次がさ、正しい相対性理論っていうアルバムなんだけど、これは今までの曲を数々のアーティストの人がリミックスかけてるっていうやつなんだけど、おこのリミックスアルバムもすごくて、豪華メンバーで、教授もいるよ、坂本教授、坂本教授いるし、スチャダラパーいるし、小山田圭吾、今話題沸騰中の小山田圭吾もいるし、なんかいろいろね、その人たちが重なってこうバッて出してるやつなんだけど、これは俺がさいいなって思ってるのは、クリスチャン・フェネスっていう人がリミックスしてるんだけど、これさ曲のタイトルが全部さ記号みたいになってるからさ、なんて読むかわからないんだけど読むか、とりあえず英語の QSMJAF、 このタイトルなんだけど、 QSMJAF っていうタイトル、これ4番目に入ってるんだけど、これは視覚革命のリミックスなんだけど、そう、視覚革命のリミックスだなと思って聞いたら、あ、めっちゃこのリミックスもやばいやんっていう感じの、リミもやばいやん、リミもやばいやんっていうのがね、俺の中ではちょっと。で次がタウンエイジっていうアルバムの中の3番目に入ってる You&Idol、 You&Idol、 この曲はね、なんかさ切ないなーってなるっていうかさ、なんでなんかさ思うのが、やっぱアーティストの人、バンドの人、うん、曲作る人たちってさ、この感情を最大限に引き出せる能力があるよねって思うよね。あるよね。不思議だよなこれって、なんでこうなるのか分かんないんだけど、切なくなる感じっていうかさ、気がするなと思って。まあそれが他の人が聞いたらさ、また違う印象になったりするのかな、うん、あははは、なるほど、それもあるかもしれんな。あるよね多分ね。だからそれぞれの印象の仕方は違うだろうなと思うけど、まあこれが推し曲ですね。で5枚目、転生ジングル、まあ、その中に入ってるウルトラソーダっていう曲、まさに相対性理論だなっていう感じの曲っていうかさ、ウルトラソーダうめえっていうそこに引っ張られるな、 TRF のマスカレイドが一番強いみたいな話になってくるのかもしれないな。恋見つかる
そうウルトラソーダね、これもいい感じで、まあ一応その次が調べる相対性理論っていうアルバムなんだけど、これはもうベストアルバムみたいな感じになってるアルバムなんだけど、そこに入ってるのがこれぞさっきの話にあった賞を取った私は人類っていう、人類史上初めて音源と遺伝子組み換え微生物で発表された曲。微生物なんだねこれね。これさ、人類がいなくなってもその微生物に音が乗っかってるから、文明が終わって誰か宇宙人がその、それをむっちくるかもしれんね。そう本当にまさにその発想から出たやつなんだよね、多分。だから音楽はどこまで残せるかっていうところが、まあ題材になってるはずなんだけど、俺なんかが死んでもっていうかさ、その人類というものが絶滅したとしてもこれは残るんじゃないかっていう夢のような話だよね。残るかもしれんが、でそこでコードを読み取ったら、私は人類って残ってるから、誰かがそれを読み取るのかなということか、っていうことになる。すごいよね、鳥肌立ったんだよなこの話聞いた時に。これ本当にさ、インターステラーみたいな、未来前ひずめくんが言ってたおすすめ映画か。そうおすすめ映画、はい、メッセージを薬師丸悦子が超何億年後の未来からメッセージを残すきっかけをここでやっていったんじゃないかって今思うぐらい、すごいよね、パラレルワールドにいるな。だから相対性理論っていう名前に負けないっていうかさ、負けないプロジェクトしてるね。そう、ほんとそうなんだよ、見合ってる、やばいなと思ってさ。すごい、音楽ってそこまでやるんだね、やる人は。まあ、本当にだから芸術的っていうか創造主よね、アーティストっていうか。これさ、音楽で食ってくって言って上京してもう好きにしなさいって出て行った娘が、あ、これ薬師丸の話じゃなくてえっちゃんの話じゃなくて、で、あんだけ音楽で食ってるわけねえよって、もし例えばね、はい、他にしてる人がいてこんなこと成し遂げるともうやばいよな、やばいよな、よくぞ送り出してくれたよなって思うしな、思うし、よく、よくたどり着いたねって。音楽でここまで広げるとは思わんよな、その思わんともマジでな、なんかまずその発想になるのがねやっぱすごいなっていうのと、しかもバンドとかはさ、いろいろそのメンバーが入れ替わってるんだけど、なんか薬師丸悦子は相対性理論はソフトウェアと語ってると。ああ、なるほどね、そういうことなんだな、媒体、一つの媒体として見てるっていう感じなんだな。なんかかっこいいな、なんかクールな感じもするけどな。シンガーソングライターじゃないな。そう枠じゃない。なんだから。本当エンジニアチックよな、なんかな、エンジニア考え方的に。で一応残念ながらその脱退してしまったそのマベさんっていう人は、今その集団行動っていうバンドでさ活躍してるんだけど。うわまたなんかそれっぽいな、それっぽい感じするよな。でマベさんもマベさんですごい才能を持ってる人で、その集団行動っていうバンドの曲も聞いてみたんだけど、わーかっこいいなとか面白いなとかって思ったりするね、だから今残っちゃったのはその永井さんっていうそのギターの人と薬師丸悦子が今初期のメンバーのまんまなんだけど、一人一人考え方がインテリだなっていうかさ、賢いなって思う人たちが多いな。頭いいな、頭いいんだよな、なんでそういう考え方になるのかな、不思議なんだよな、いつも。すげえ、すごいなっていうとこかなって思って、この相対性理論で言うと、そう、いや、いい感じだぜ。すごいな。だからよ、本当だったらっていうか、もっと日本でメディアが取り上げられる、ね、ネタかなと思うんだけど、話題だよな、遺伝子とかの話とかになってることなんて、多分そんな取り上げられてないんじゃないかな。取り上げるメディアは俺自分で調べたんか、いや分かんない、でもひずみくんだからすごいなと思ってさ、面白いぜ、面白かった、まあ一応言いたいことは言えたかなっていう、いや言えてるか、天才っていうのが伝わった、そうそう、それが一番伝えたかったこと、ミュージックサイエンスすげーわ。